はい、酒井さんの三毛14センチです。お願いします。はい、丸点模様の三毛ですね。そして炭もちょうどこの丸点の後ろにポンといい炭がつけております。炭の配置はいいと思います。はい、寄ります。いい丸点模様ですね。この炭がいいですよね、丸点の後ろの。はい、サイドいきます。はい、そこ目立ちますね。でもね、そうですね、そこの丸点がです、の後ろの炭が、はい、炭もみんなポンポンポンって出てきたので、この鯉も割と仕上がりは早いと思います。ふちっこいっちゃいましたね。寄せます。早いですね、はい、このちょうど丸点の後ろにこのずっと並んだ炭がいいですね。はい、目につきますね。はい、はい、こういうなんていうんですかね、目につくポイントがある鯉は、非常に、池にいても楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。酒井さんの三毛で14センチです。はい、ちょっとボケたのでもう一回やります。プールが大きいので泳ぎもありますね。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。